呪われた旅路は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーのエピソード。2007年12月25日に BBC1 で初放送されており、2005年に始動した新シリーズの3作目のクリスマススペシャルにあたる。本作では、異星人のビジネスマンである、マックス・カプリコーンが自身を辞職させた自らの会社へ、報復を目論む。彼は、 タイタニック号のレプリカ宇宙船を地球へ衝突させるコースに取り取り締まり役会に地球人虐殺の罪をかぶせようとする。本作にはオーストラリアの歌手兼女優カイリー・ミノーグが一回限りのゲスト出演を果たしウェイトレスのアストリッド・ペスを演じた。エグゼクティブプロデューサー兼脚本カラッセル T ・デイビスは彼女のキャスティングを実に例外的なケースだと述べ アストリットのパートは特に、ミノーグのために執筆していた。本放送時には視聴者数1331万人を記録し、これは1979年のシティ・オブ・デス以来、ドクター風で最多であり、新シリーズ最多の座も維持している。イギリス国内における2007年のテレビ番組では2番目に、視聴者が多く、本作を上回ったのは、本作の直後に放送されたドラマ、 イーストエンダーズのエピソードのみである。本作への批評は意見が割れており、脚本とミノーグの演技はいずれも称賛、批判された。カイリー・ミノーグ2007年3月の第3シリーズの記者会見にて、カイリー・ミノーグのクリエイティブディレクターであるウィル・ベーカーが制作チームに彼女を番組に出演させる話を持ちかけた。エグゼクティブプロデューサーのジュリー・ガードナーは、 ミノーグのスケジュールが空いていれば、ゲスト出演は可能であると答えた。ミノーグは2007年3月26日に正式に興味があることを伝え、後にドクターの1回限りのコンパニオンの役を与えられた。ミノーグの出演により、番組はマーサ・ジョーンズからペニーへコンパニオンを容易に交代させることだけでなく、著名なスターをクリスマススペシャルに出演させることが可能になった。 なお、第四シリーズのコンパニオンとして意図されていたペニーは、最終的に、ドナノーブルに置き換えられた。彼女のキャスティングは2007年4月にニュースオブザ・ワールド氏が最初に報じた。デイビスは当初この物語を却下したが、ベーカーとミノーグは、彼女が番組に出演することを同時に確認した。彼女の役は2007年7月3日に公式に確定した。出演以前にも、 ミノーグとドクターフーには関わりがあり、具体的にはテレビの中に住む女でミノーグが実在の女性として言及されているほか、ドクターフーのファンであるベーカーはミノーグのツアーにクラシックシリーズのモンスターを登場させている。フィーバーのツアーではラスト・ウォリアーズが、ショーガールのツアーではサイバーマンが登場した。 バーナード・クリビンス・コッパー博士役のクライブ・スウィフトとハーレーカー船長役のジオフレイ・パルマーは以前にもドクター・フーに出演した。スウィフトはリベレーション・オブ・ザ・ダーレクスにジョベル役をパルマーはドクトル・フーザ・サイロリンスでアンダー・セクリテリー・マスターズをザ・ミュッテンツで管理者役を演じた。エリザベス二世の声を演じたジェシカ・マーティンは ザグレイテストショーインザファローキシーでマグスを演じた。さらに、ウィリフレッド・モット役のバーナード・クリビンスは、ピーター・カッシング主演の、ドクター・フー劇場版、第2作、地球侵略戦争2150で、トム・キャンプベル役を演じ、オーディオ・ホラー・オブ・グラム・ロックで、アーノルド・コーンズ役を演じた。ホストの声を担当したコリン・マクファーレーンは、後に、 秘密情報部トーチウッドチルドレン・オブ・アースでピアーズ将軍を演じ、湖の底にてドクター・フーでモーラン役を演じた。バナカ・ファラタ役を演じたジミー・ビーは以前に地球最後の人 u o ロンドンに墜落で異星人を演じており、後に地の終わりと公務員でも異星人役を演じた。ミノーグはデザイナーのルイス・ページとプリプロダクションの間に読んだ。 あって衣装について話し合っていた。ミノーグには合わないためページは長いドレスを却下し、代わりに彼女は1950年代の映画の案内状に似たシガレットガールのイメージを選んだ。シーンごととミノーグのスタント用に作られた衣装は5着で、それぞれの衣装の部位はミノーグの役を秘密にするため別々に制作された。撮影の後、 ミノーグは衣装が過去1年間で来た中で最も快適だったとページに伝えた。本作はミノーグがキャスティングされた後に主にラッセル・ティー・デイビスが脚本を執筆した。デイビスはミノーグに対する自身のピッチを大道芸と形容した。登場人物であるアストリッド・ペスはミノーグのために執筆された。後にデイビスはミノーグは実に例外的なケースだと主張した。 熱意に満ちた俳優は役に合わないか辞退する可能性があるため、デイビスは特に俳優一人のために登場人物を描くことは危険な領域であると考えていた。エピソードの初期総案ではアストリットは死亡しなかったが、ミノーグに彼女のミュージカルのキャリアに集中させるためには、アストリッドの死が必要不可欠であるとデイビスは考えた。 カプリコーンとの戦いで絶壁から転落した彼女の死をデイビスはつかの間であると表現した。彼はカプリコーンをモバイル生命体からサイバネティック生命体に変更し、アストリッドの攻撃をコーロンからフォークリフトに変更することで戦いのシーンを激しいものにした。デイビスは変更後のシーンをこんなにも美しいイメージと感じ、アストリッドの究極の犠牲をロマンチックなものにした。 デイビスは本作を伝統的なパニック映画のフォーマットに基づかせた。彼は1972年の映画、ポセイドンアドベンチャーに大きく影響され、予算の問題で実現はしなかったものの、宇宙船の上下を逆転させる演出も考えていた。さらに、登場人物の風雲版ホッフは大きく、ベルローゼンを下敷きにしている。デイビスは敵の要件に関する、 ドクター風なフォーマットから脱却もしており、今回のマックス・カプリコームは保険金詐欺を目的に船の航行を妨害していた。デイビスはカンザス州の描写を1939年の映画オズの魔法師に基づいてストの類似ものとした。本作には番組の作中世界の外への言及も複数ある。本作は番組が44周年を迎える前日に、 当たる2007年11月22日に死去したドクターフーの創立プロデューサーであるバーティランバートに捧げられており、マックスという言葉に誤作動を起こして詰まるホストは1980年代のバーチャルプレゼンターマックスヘッドルームを参照したもので、デイビスはドクターフーの他のエピソードへの言及も台本に挿入した。異性人に対する意識が高まっている社会の様子や、 毎年クリスマスに襲撃されるロンドンの伝統を強調し、校舎については、ちょっとしたジョークになったと語った。本作でドクターがキャッチフレーズのアロンジー、アロンゾと発言して、船のフレームを安定させると賑やかな死体に橋を発するジョークが続いた。また、ホストは天使のテーマモチーフを継承している。天使は以前に瞬きするなの嘆きの天使や、 鳴り響くドラムとラストオブタイムロードでマスターが使用したアークエンジェルネットワークとして登場していた。デイビスはスティーブン・モファットによる瞬きするなの脚本を読んだ際にアイデアの重複にがっかりしたがホストはロボットの出事という設定であるため嘆きの天使とは働きが異なる。撮影は主に2007年7月9日から8月11日にかけて行われ、 エインを横断する間にホストに襲われるシーンが最初に撮影された。7月12日にデイビッド・テナントの母ヘレン・マクドナルドが癌に苦しみ始めたため、テナントが彼女の死や葬儀に立ち会えるよう撮影スケジュールは変更を受けた。彼女は7月15日に死去し、7月21日に埋葬された。テナントが不在の間にタイタニック号の受付エリアのシーンが カーディフワンのコールエクスチェンジとスウォンジーのエクスチェンジで撮影された。受付でのテナントのシーンは7月16日と17日に撮影された。コールエクスチェンジでのロケは7月18日に終了し、隕石とタイタニック号の衝突シーンがその日に撮影された。撮影の日程のうち1週間は主に吹き抜けと、廊下やデック31のセットがある。 ポンティプールのデュポーンとサイトで行われた。デック31のシーンは7月19日と20日に撮影され、ミノーグが免許を持っていなかったためボディダブルであるダニエル・デコスタがフォークリフトを運転した。テナントの不在のため撮影はずれ込み、7月21日にゲストキャラクター、7月23日にテナントに焦点が当てられた。 隕石衝突の余波は7月25日から27日に撮影された。撮影はスウォンジーのエクスチェンジに戻り、2つのシーンが撮影された。7月28日はエピソードの終局が、7月20日にはオープニング前のシーンが撮影された。撮影の最も重要な日は7月31日で、一行がロンドンに到着するシーンが夜に撮影された。 アストリッドの死のシーンをクロマキーのマットレスで隠した状態でカーディフ市内の日没のタイミングでロンドンのシーンの撮影は始まった。安全上の懸念、特にミノーグの保護の観点から2005年に新シリーズが始まって依頼初となる道路の封鎖が行われた。撮影は2007年8月の最初の2週で完了した。結末のシーンはカーディフドックで8月1日に ハーデーカー船長の死は、アッパーボートで8月2日に、船のキッチンでのシーンは8月3日に、ブリッジのシーンは8月6日から8日にかけて、撮影された。撮影の最終日は8月21日で、ロンドンとカーディフのブロードキャスティングハウスで、BBC の記者ジェイソン・モハマドとニコラス・ウィッチェルが、仮名を出演した。作曲家マレーゴールドと編曲者、 ベンフォスター及び歌手ヤミット・マモがタイタニック号のバンドとして仮名を出演した。マモはソウルシンガーとして主に活動しており、友人から彼女のパフォーマンスを耳にしたゴールドが出演の話を持ちかけると無条件にその申し出を重諾した。彼女はドクター・フーの第3シリーズサウンドトラックの前、エンジェル・プット・ザ・デビル・イメとザ・ストアイを歌った。 後者は本エピソード専用に作曲されたもので、2007年9月にロンドンのアソシエーテッド・インディペンデント・レコーディングのスタジオで録音された。この歌にはスタジオにいたすべての人間がバックボーカルとして参加した。ザ・ストウェイはクリスマスの侵略者と消えた花嫁に続くクリスマスソングの伝統を継承している。この歌はアイルランドの伝統音楽の影響を受けており、 デッキの下の陽気な感覚と報われぬ愛についての憂鬱な歌詞を対比している。オープニングテーマは新しいバージョンに変わり、これは新しいバスラインとドラムおよびピアノが奏でられる1980年代のピーター・ハウエルのバージョンに近い。クリスマス当日の放送は1220万人が視聴し、最終視聴者数は1331万人。 ピーク時には1380万人に達した。これは2007年に放送されたすべてのイギリスのテレビ番組の中で2番目に視聴者が多かったこととなる。1位は BBC の昼ドライーストエンダーズで視聴者数は1390万人であった。呪われた旅路の視聴者数は新シリーズでの最高記録であり、以前に記録を打ち立てたマネキンウォーズを上回った。また、 ドクター・フー全体でも1979年のシティオブデス特にその最終エピソード以来の数字である。本作の評価指数は86を記録し、これはドラマ番組の平均値である77を超えているばかりか、クリスマスに放送された地上波のテレビ番組では最高値であった。本作は構成サイドビデオでは撮影されなかったものの BBC は本作を 1> BBC One HD で2010年12月29日に放送し番組をドルビーサラウンドの音とともに構成サイドビデオにアップグレードした。標準解像度で撮影されて構成サイドでテレビ放送されたドクター風のエピソードとしては本作が初めてであり、標準解像度から構成サイドへ変換されたエピソードすべてで見ても2番目である。 なお、その場合の最初のエピソードは、完全版スペシャルボックスセットで、ブルーレイディスクが発売された2008年、クリスマススペシャル、もう一人のドクターが該当する。カナダではスペースで2010年4月に放送された。日本では2012年3月24日に、ララ TV で放送された。また、ニコニコ動画上の BBC チャンネルでは2013年2月3日から、 ニコニコ生放送で本作が上映された。本作は2008年3月に DVD が初めて発売された。クリスマスの侵略者から最後のクリスマスまでのクリスマススペシャル10作は後にドクトル・フー・ザ・ジュー・クリスマス・スペシャルズという名前のボックスセットで2015年10月19日に発売された。ミルビナ・ディーン1912年の タイタニック号沈没事故の最後の生存者であったミルビナディーンは本作を批判しており、このような悲劇を娯楽にするのは無礼だと主張した。利益団体クリスチャンボイスはドクターがメシアのような扱われ方をすることが不適切であると考え、ドクターがロボットの天使と共に上昇するシーンが宗教的であるとして罪を示した。しかし2008年4月には同じシーンを使って、 復活、召喚、悪のテーマを若者に示すことが、牧師に奨励された。テレビ及びラジオのウェブログの試写会をレビューしたギャレス・マクレーンは、本作が災害映画のテンプレートを使っていることを評価し、全体の結末も気に入って、大部分のパートで呪われた旅路は素晴らしいものだとコメントした。彼の見解では、カイリーミノーグの空虚で面白みのない演技が、 本作の主な欠陥であった。デイリー・テレグラフのジェームズ・ウォルトンは本作に肯定的でワイルドなイマジネーションと作家としての注意深い計算の勝利の混合物と言ってまとめた。オブザーバー氏のアレックス・クラークは本作には死者が多いとコメントした一方で、まだエピソードはずうずうしいザレ事とうっかりした作り事のオアシスであると考えた。ザ・ステージのハリー・ベニングは ドクターフーの申し分のない高い水準によく答えたと述べて肯定的なレビューを締めくくった。ドクトルフーマガジンは本作での死者のうち二人を番組の歴史における犠牲ベスト100にランクインさせた。バナカ・ファラタの死はドクター一行を守るための自己犠牲でありトップ20ティアージャーカーズのカテゴリーに位置づけられた。アストリトの死はドクター風史上最高の死の称号を与えられて 私たちのすべての主要なカテゴリーのボックスにチェックマークがつく、彼女の死で本当にガラスの目もなくだろうとコメントされた。タイムズ氏のティム・ティーマンは本作に否定的で終わりのない派手さと CGI のごまかしにもかかわらず退屈だったと主張した。デイリー・ミラー紙は本作には素晴らしいサイケデリックなピンクフロイド風のイメージときちんとしたジョークがあるとコメントしたが、 大半が、やつぎばやのハイテクな追走劇でできたプロットは、めちゃくちゃで、騒音と虚勢に終わったと嘆き悲しんだ。ありがとうございます。